ちゃん。はい、ぽんちゃん。ぽんちゃん。ぽんちゃん、ぽんちゃん。ぽんちゃん。はい。パンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。必ずピントが外れてしまうポンちゃん。オートフォーカス泣かせだね。なぜ全然どこにも合わなくなっちゃったよ。そんなお父ちゃんさ、どこのうちの黒犬の黒犬の、はい、この目にピントを合うように今しました。あ、目を見失っています。あんちゃん、あ、もう目がどこ行ったか分かりません。あ、いたいた、ちゃんと見つけるんだね。はい、ポンちゃん。ジャン君いらっしゃい。ジャン君は確実にピントを合わせてもらえます。この色の特な部分だね。そうだね。キャノンのカメラを使っているので、ピントは割と緩やかに合うんですよね。ちょっとやってみようかな。これで今合うでしょ。それからあっちに行くとふわーっと、ポンちゃんにもふわーっとなった後にちょっとボケる可能性があるので、こっちに戻します。これがね、まあ僕が買った時点ではですが、なので3年ぐらい前、もうちょっと前かなに、ソニーのなんとか7000だったか700だったかっていうのと比べたんだけど、そっちはねめっちゃ早かったのね。向けるとシャッ、向けるとシャッっていう風に、ピントが早かったです。ただ動画を撮るので、いわゆるスポーツを撮るのとは違うからなと思って、この緩やかなやつでもまあまあ、ほのぼのと撮れるかなと思ったんですが、もうちょっと早い方が良かったね。あーっていう間がちょっとあるので、急にカメラを取り出してピントを合わせるのに時間がかかっていると、いいとこを逃すっていうのがちょっとあるかな。ソニーも、あ、じゃあキャノンも多分この後の機種はまだ分かってないので、これは M5 ってやつですね、もうちょっと良くなってるのかもしれません。カメラ談義でした。よいしょ。ちょっと軽くメロディー歌ってコーラスをね、ちょっとまあ急遽だけど、あと数日だけどつけたくなっちゃったので。なるかなと思ってね。なのでちょっと曲順はこれで変えるけど、あとでざっと通しでやりましょう。メタバースについて少々取り上げていきたいと思います。メタバースって何ですか、変な名前ですね、食べれるんですかって思ってる方も多いと思うので、はい、ですね、チャンネルじゃんけんぽんの、ジャン君とポンちゃんの、動画を楽しんでいただいている方たちと一緒に、このメタバースっていうかですね、バーチャル SNS っていうのに近いらしいんですけれども、何の意味か
という意味ではちょっと分からないんだけど、これをちょっと今研究しています。 YouTube でどんどんアップしている方がいるので、それを片っ端から見ているところですね。クラスターという場所は、比較的やりやすそうなので、これにしようと思っております。少々説明していきたいと思います。メタバースっていうのはですね、さてクラスターのソフトのインストールも終えてですね、始まりました。孤独です。あえ落ちた。水の中も行けます。しかも若いお兄さんを使っています。どこまで行けんだろう。ジャンプ、はい、ただただ移動しているだけです。はーい。パンちゃん、パンちゃんおいで。おいで。どこにいるの？あ、そこに。すぐそこに。あ、来て。パンちゃん。パンちゃん。はい。はい。どうぞ。はい、パンちゃんおいで。入ったよ。はい。移動ドアみたいに入ったよ。パンちゃん。はい。どうぞ。ねえ、おかえり。顔が映らんわ。はい、ジェン君。ジェン君。仮想空間にもジェン君デビューしようね。ジェン君の、ジェン君のアカウント持ち来る？邪魔ね。ポンちゃんとジェン君が。お話できるらしいぞ。ポンちゃんもにゃーにゃーってお話しして。ポン、ポンちゃん、大丈夫。ばっちゃん、なんか音がする。誰か来たよ。誰か来たぞ。ばっちゃん、ばっちゃん、ばっちゃん。